第9週、私らはチームや、リーマンショックの1年前の話になるようです。の前に、先週、言い忘れていた疑問。吉田学生みたいに退学の危機を特別テストでクリアするということは、本当の航空学校でもあることなのでしょうか？成績さえ良ければ、授業に出なくても良いように思える。学校の意味がないような、ビリケン様を侮辱したような人形。大阪人は怒ってるのですわ。あの人形、単に出してきたりするわけもなく、これから岩倉家に降り注ぐ災いから、守ってくれるものなのでしょうか。第41話のあらすじです。2007年4月、舞は、フライトが行われる帯広港に向かいました。その途中、たかしからの手紙を読みました。その頃、たかしは、全国を旅しながら詩を書いていました。たかしは、旅先から、舞に短歌を送り、舞はそれに勇気づけられました。帯広では、6人組で組まれていたチームは、半分の3人に分けられます。舞は、柏木と水島と、同じ A チームになります。柏木が舞に言います。柏木は、完璧主義者でプライドが高く、舞に対しても常に上から目線で話をしてきます。A チームの担当教官は、容赦なく学生を退学させる噂のある鬼教官、大河内守でした。舞たち3人は、大河内教官に戦々恐々の中、フライトシミュレーターによる訓練が始まりました。